オクストモンスターズ8縛り実況実況者のエルモクです。よろしくお願いします。久しぶりのね、更新です。まあなぜかというと、ドラゴンクエストビルダーズモンスターズ体験版実写動画などなどやっていたので、少し更新が途絶えてしまいました。申し訳ございませんでした。すいませんでした。ということでね、また再開していきますんで、待っててくれた皆々様、ちゃんと更新クリアまでね、ちゃんと縛って実況していきますので、よろしくお願いします。で、確かね、確かというかさっきね、一応、動画見直しときました。最後のパート。一応、レティスは討伐完了したと。で、次、その、レティスに乗って、これを、この、なんだ、闇の世界の支配、闇の世界を支配しているゲモン、ゲモンを倒せということだね。闇の世界を支配しているってのはおかしいか、レティスの力を奪ったというか、なんかそんな感じだったよね。レティスの卵を人質にとってみたいな。なんでね、とりあえず今日はね、ゲモン討伐までやっちゃおうと思います。よろしくお願いします。ちょっとステータスの確認をさせてください。うん。オッケー。じゃあ行きますか。ホヘロスかけて、マップ。レティスのとこ。なんか、ずっとさ、アクション系のゲームやってたからさ、バツボタン押したらジャンプできるんじゃねえかと思ってしまう自分がいる。逃げる。ジャンプできねえよな。泊まり木に行って、レティスに、連れてってもらいます。いた。勝てるかな？レティスさん、お願いしまーす。いやね、さっきね、やっとね、体験版、実は DQMJ3 の体験版終わらしたところなんよ。準備は整ったようですね。では、行くことにしましょうか。お願いします。それでは参りましょう。あなた方は全員馬車の中に入るか、捕まるかしてください。しっかり捕まっていてください。では、行きますよ。ちょ、馬、わしづかみ。姫、一応姫君なのですが、それ完全に餌取る時のやつやん。その掴み方、餌としての掴み方やと思うんやけど。シュールだね。ガシ。これ以上近づくと、ゲモンに感づかれ、る危険があるため、私が案内できるのはここまでです。ちょっと待ってね、メガネかけるわ。メガネをかける。よし。しかし、幸いなことに、この岩山の中は空洞になっており、人間の足でもなんとか山頂まで、登っていけるはず。草原へ戻りたいときは、私に声をかけてくれれば、元の場所まで運びましょう。それは大丈夫。ゲモンを倒すまでも、下山はしないのでね。
私の卵のことくれぐれもよろしく頼みます。はい、任して。何度かね、その前パートのサムネイル、あのレティスを一応書いたんだけど、本当はねもっとちゃんと書いたんやけど、うまく書けないっていうか、レティス書くの超難しいんよね。レティス超難しいの。ちょ、頑張って書いてみようかな。でね、まだまだね、そのサムネイル、全然募集してるんでね、ぜひとも送っていただければね、ありがたいです。はい。もう、エテポンゲのお絵描きコーナーと化しているから。これ通れる？どうしよう、ちょっと倒していった方がいいかな。レベル上げもあるし。いや、けど MP、回復ポイントあるでしょう。戦っていこう、作戦。ガンガン入れ。ベギラゴンとか撃っちゃう。サミダレ好き、サミダレ好き使っていこうか。せっかくね、その槍も手に入ったことだしね。一応全体攻撃の分類になるかな。うん、あ、ちょっと待って、痛え。ちょっと待って、痛えぞ。え、ちょっと待って。え、ボス？これ。え、これボスじゃないよね、これね。超痛いんだけど。OKOKOK。回復。エテが打っていいよな。あ、ククル。あ、ガンガンにしてるから打たないよな。ククル攻撃してね。オッケー、満タン。通れねえし、ここ通れねえし。もうトヘロスなんかもう関係なしにね、襲いかかってきちゃうよね。多分そっち側登らなきゃいけないからこっちだな。そうそう、忘れちゃいけないのはね、ちゃんと縛り実況だからね。最初入ってきた時、あ、宝箱あるとか思っちゃったもん。あ、宝箱ある取らなきゃっていう。取っちゃいけねえが。今までそうやってきたのに。一瞬で水の泡にするところだった。危ねえ。外に出たよ。こっちか。トヘロスの、ああ、打ち直し。よし。勝てるかな。雑魚的であの強さだからな。正直自信ないわ。正直自信ない。まあけどね、ちゃんとボス戦になったらね、全員命令出してね、ガッチし固めていくんで、どっちだどっちだ、クラピカ理論、クラピカ理論。クラピカ理論ってどっち行くんだったっけ。あ、宝箱。取れない。取れないっていうか、取らない。あ、もしかしてこっち繋がってんのか、左だったか。逃げれるかな。こっちかな？これさっき入ってきたとこじゃね？あ、違う。あ、違う違う。あ、レティスいる。多分こっちだな、合ってるな。
なんだよ、メタルスライムかと思った。多分合ってるよ。右。もう全然覚えてないよね。昔やったはずなのにな、ここも。ちゃんと。うわぁ、二箇所あるなぁ。闇の失踪。倒そうか。倒そう。二匹ぐらいならね、倒しといた方がいい。バイクロス。痛い。痛い。チュル。痛いせやの。オッケー。これ勝ったね。MP もったいなかった。左だな。あ、こっちか。で、向こう側行くと宝箱だから、こっちだ。けど反対側にもね、その入り口っぽいのがあるんだよな。こう来て、あー、満タン満タン。常に満タンにいないと、マジで、不意にやられるから。上か？複雑だなぁ。どっちだ、どっちだ、どっちだ。こっちかな。ケアフレイル倒そう。あら、グループじゃないのね。いずいずテンション貯めとけ。よし会心はなしだわ。3発あ、そうだ。ヤンガスは、スーパーハイテンション。てか、スーパーハイテンションにもうなれんのかな？回数なんだよね、回数。だから、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、そうか。回復するんだ。通常攻撃したら。毒消し層いらぬ。いらぬ。あれこっち？あれ？あれさっきこっちから来んかった？来てねえな。来てねえな。だからいらぬ。施しは受けぬ。ってことはどっちだ？こっち来て。奥か。そっちからの表だ。こっち渡りの、で、こっちか。で、ここ。よし。あ、着いたんじゃない？あ、多いな。ああ、いきなり襲いかかってくるやつ。やめて。あ、これやばいな、これ。これちょっと待て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 。これ逃げる失敗したら、死者が出る。ってことで、呼ぼう。頼む、ハイパーポンゲ軍だ。なんか一人少なくね？あれ？あれ、なんか一人少なくねえか？ん？なぜだ？どうした？
嫌になったか、もしかしてで、バッ飛ばさる、何、そんな攻略法あったの。モンスター呼び対策はバシュルーラ、そんなの聞いてねえよ。バシュルーラやめて、なんだこいつ、なんだこいつ、なんだ、ほんとほんとなんだこいつ。倒そう。ちょっとモンスターのあれ入れ替えちゃんとしとこう。レホップはもう正直入れなくていい、うん、そのモンスター呼びの時はね数ターンで帰っちゃうから必要ないんだよね。闘技場の時はね、ほんとお世話になったんだけども、レホップはもう闘技場だけ。作戦、チーム編成。あー、シンドルやないか。シンドル。じゃあ誰入れる？ドランゴかな。ドランゴ入れて、ベホップ。ユーボンだな。うん。よし、これでいこう。な、あ、そうか。一回モリンとこ戻らなきゃいけないんだったっけ。それか、エテが回復、宿屋止まらずに来ちゃったのかな。奥行って、上だな。奥行って上。こう来て、ん？こっちか。こう行って、で、こうか。うわ、もうこれ複雑だな、ここのダンジョンもまた。これ全滅したら戻ってくる、来れる気がしないよ。逃げよう。戻ってこれるかな？もう全滅する前提っていうね。宝箱かい！宝、くそ！くそ！騙された。これだよね。ここ登って降りたから、ここ登ります。あ、そっち側か？足がしびれる。なんてことを。こっち降りて、あ、こっちか。変に奥から行こうとしたから、ダメだったのか。こっちか。ちょっと待って、待った。やばいな、MP 結構消費してるんですけど。MP がもう、え、魔法の聖水は何個かあるよね。魔法の聖水使う？もう、使うのか？ここで。に、ありがたい。ありがたい。もう着く？もう着いて、そろそろ。頂上！頼む！宝箱のとこを上通って、しょ、インとって、インよし。よし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 。これもちょ、うわっ！